やばいやばいやばい、マジ。ヤマト、チューガ、コムドットです。ということでね、今日はこのワニ顔の彼と、誰がワニ顔だ、二人でね、ちょっと企画進めていこうと。あれ、ちょっと口開けて。誰がワニワニパニックだ。噛まねえだろ、そんなの。本日の企画、友達の髪の毛勝手にガードマンにしてみた。うわぁ、小さいのでよく考えたな、そんな。誰がワニだって。ワニの脳ちっちゃいけど、俺人間だから。川沿いのオープニング撮ってんじゃないの。撮ってねえだろ、これ。砂利道だろ。目だけ出てるワニだろ、俺。ワニだよ、お前。こうなったらワニだ。そうやってオープニング撮ってたよ、今まで。で、本日なんですけれども、うん、ガードマンさんっていうね、YouTuber がいらっしゃいまして、その方が今日本を駆け抜けていると。再生回数もすごいですもんね。はい。ゆうたくんを、はい、バズりにバズってるガードマンさんの髪型にしちゃおうかなって。ということで、僕たちの知り合いの美容師さんに連絡しまして、今日予約が取れてると。ゆうたくん前から髪染めたいなっていう話を僕たちしてまして、偽企画として目隠ししておすすめの髪色にしてって言ったらどうなるのかっていう企画をゆうたくんに一人で撮ってもらうっていう。それでゆうたくんもうすぐ多分その美容室に向かうはずなんですよ。オープニング撮って前乗りしてね、ガードマンさんの髪型に目隠してしちゃおうかなって。まあ僕もね、髪の毛一回ね、横浜流星くんにされてる。結構マジ許してねえぞ。ああ、4トン、顎の力。俺が顎の力4トンのワニだ。ワニとオープニング撮らせていただいてるってことで、まあ皆さんちょっと状況把握難しいと思うんですけど、犬と人が打ち解けるようにワニとも打ち解けれる時代になったと。あ、僕はワニでこのまま企画進んでいくってことですか。何ですか、何言ってるんですか。すいません、全然何言ってるんですか。違かった。分かんないですね、ワニ語なんで。誰のワニ。大丈夫、口当たってないかもね。当たってないよ。そんな長く見えだろ。俺いじられてます、今日は。ありがとうございます。ということで、先に仕掛けに行きましょう。はい、はい、アースさんの自由が丘店さんにお邪魔しております。本日、カットしていただく川崎さんに、全国のアースのカットコンテストに入賞されているみたい。ということで、本日この動画を見ていただいた方で、川崎さんを指名していただいた方にはクイックスパ、クイックトリートメント無料でいただけるということで、この日はお越しいただけたらなと。まあね、ゆうたくんそろそろ来ると思うので、待っていきますか。ということで、ゆうたくん歩いてきました。コムドットゆうたです。本日の企画、美容師さんにお任せで髪の毛染めてもらってみた。あります。それではシャンプーが終わったので、タクシーをつけて、ここから先はもう僕は見ないんで。うわ、よいしょ。ああ、はい。まずいっす。ゆうたくん待ってる間にワニとくんいなくなりました。ちょっと待った、あいつどこ行った。 FA、あれ、お前本能出てんだろ。本能出てない、水見てただけで。見てない、目だけ出てたよ。体全部入ってたよ、今。目だけ出てない。目だよ、水の近くいなくて。水の近くいなくて大丈夫ですよ。水陸容量のタイプのワニなんだ。あ、陸で休んでる。いや、ワニじゃないし。モノマネ。あ、ワニのモノマネしてんじゃん。違う、ワニです。マスクつけてる人の対応が慣れてる。そういうバリカン温めとかみたいなシステムあるんですか。アイマスクつけながらみたいな人ってやっぱいるんですかね。この企画バズったら最高っすね。あ、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。はい、後ろこんな感じになってます。え、外していいんですか。まだです。後ろこんな感じになってますっていうのは、もう外してからじゃないと。あ、別にそんなことないか。家でも目隠しとってください。え、カラーは。その前に一回どうぞ。普通に黒じゃない。え、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 川崎さん、川崎さん、え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 、待って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 、やばいやばいやばい、え、やばい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 、やばいやばいやばい、川崎さん、なんでお前らいるの。
川崎さんの。え待って、やばい。それでもこれドキリです。本日のドキリ、友達の髪の毛勝手にガードマンにしてみた。いや、ちょっと待って。え待って、いや、マジでニックじゃなくて、こんなこんなあ、マジこれこれマジでこれマジでバレやったら、いや、ごめんなさい、後ろこんな感じ。あ、お前やかましいだろ。これはこの後帰るんだけど、外で会計だからとりあえず言うたらお金払って連れ帰ってきて。ちょっと待って、え、待って、俺金払う、これこれ金払う、めちゃくちゃ、え、待って、金払う、めちゃくちゃ金払う、待って待って、いい、いい加速キノコになってる。じゃあ単独のキノコになってる。一番一直線ですよ。これ一番一直線、うん、どんくらい一直線あ、テレビ見てる時の浜裕次郎ぐらい一直線。めちゃくちゃ一直線。足だけの話。足だけ一直線。めちゃくちゃになってる。これどんくらいになってる。弾丸ジャッキーオーラキオにシャツインぐらい。うぜえ、うまく決まっていくことがうぜえよ。マジ、え、何こんな切ってたの。あ、でもめっちゃ、じゃあデモってやめろ。目隠してデモじゃないの。いや、違う、デモじゃないの。いや、俺マジで持ってた。じゃあ、なんでずっとキノコなの。いや、それそう、サカナクションみたいなね。こうなってんだろ、もう。川崎さん、ちょっと呼んで、呼んで、川崎さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カラーは、これからですか。終わり。いや、終わりです。終わりっす。いや、似合ってますよ、これ。最終形態。二丁拳銃のあの相方に、いや、マジでそっくり。いや、揺れる、揺れてからの戻りすごいんだよ。マジで、マジで揺れてからの戻り、マジですよ。じゃ、収まり方、F、え、ちょ、これマジで、川崎さん、これどういうことですか。